はい、こんにちは。ラッキーキャンピングカーチャンネルです。今日はダイレクトカーズ鈴鹿ショールームで鈴鹿キャンピングカーフェアを開催です。はい、水野さん、こんにちは。こんにちは。今日鈴鹿に来ました。はい、いらっしゃいませ。今日のイベントちょっと教えてください。はい、第3回目になりますかね。鈴鹿キャンピングカーフェアになるんですけど、もうまず店内は忍者からトリップの最新モデルまでもうずらっと並べております。はい、はい、店内以外にもですね、外はですね、ハイエースとかその他キャブコン、あと特選車まで、ずらっと並んでいるのと、そうですね、特選車は中古車がメインにはなるんですけど、その中に、弊社のキャブコン伊勢志摩とかもですね、ありますし、その伊勢志摩は特別なオプションがついてたりとかですね、このイベントにしかない車両ですね、はい、がいっぱい並んでます。あとは、はい、デルタリンクさんとか、あと ラックグループさんですね、アネックスさんとかファンルーティンとか、の車両が並んでる状態になります。あとはキッチンカーとかもですね、いろいろありますので、鹿唐揚げがあるのを見て、そこがちょっと鹿唐揚げがちょっと気になりました。そうですね、ジビエの、はい、猿田彦さんも、はい、やってるので、後で食べてみたいと思います車両以外にですね、各パーツメーカーさんも、出展されてて、レガンソさんだったりとか、CRS さんだったりとか、あとは、ロゴスの、アウトドアグッズとかも、出展しておりますので、アウトドアが好きな方はぜひお越しいただければと思います。はい、本日アディックスはですね、まずこちらのリバティ52DBI ですねを持ってきてます。もちろん床暖房標準装備ですね。今日寒いんで床暖房効果発揮してます。あったかいですよ、めちゃくちゃとですね。でこちらが現行のリバティ52DB ですね。こちらも床暖房標準装備となってます。続いてこちらがですね、こちらもリバティ52シリーズのロッジというタイプになります。こちら中身が、山小屋風の内装ですねになってまして、外見がレトロな外観のカラーリングになってます。こちらリバティ52の DB のロッジというタイプになります。そしてこちらがウトネ500日産 ハイエースベースですね。で 12V クーラー搭載モデル持ってきてます。こちらがですね、ハイエースベースのリコルソですね、ホームエアコン搭載モデルです。で内装がこちら黒のブラックラインですねの内装モデルを持ってきてます。ブラックラインです。はい、こちらが、こちらのハイエースナローハイルーフのハイエースベースのウィズですね。でホームエアコン搭載モデルです。今日はこちら車を持ってきてます。ぜひご来場ください。お待ちしてます。